時間はどこからともなく物体に作用するのではなく、あらゆる場所に別々に存在する。時間の尺度は、それぞれの場所におけるエネルギーによって異なっており、その違いは原始振動のような周期的な物理現象を通じて測定できる。こうした時間の特徴は、アインシュタインの一般相対論によって明らかにされた。 2000年から2002年にかけて、時間とは何かを考える上で、実に啓蒙的な実験が行われた。実験を行ったのは、国立の研究機関である、通信総合研究所。現在の、情報通信研究機構。極めて精度の高い、セシウム原子時計を用い、日本の全ての時計の基準となる、 日本標準時 JST を決定送信する機関である。セシウム原子時計による掲示は世界各地で行われており、その結果を総合して国際土壌公局が協定世界時 UTC を定める。日本標準時は協定世界時を9時間進めたもの UTC プラス9。 になる一定のエネルギーを与えたセシウム原子は1秒間に92億回振動する電磁波正確に言えば91 9263億9万のマイクロ波を放出するこの性質を利用したのがセシウム原子時計で同じ条件で連続動作させた時の誤差は 1> 1億年に1秒程度とされる東京都小金井市の研究所本部には電磁シールドが施され温度湿度が一定に保たれた特別な部屋に複数台の原子時計が設置されておりその平均値を取ることで標準時が決定されるこうして決められた標準時は標準電波によって日本各地に送信され 電波時時計の時刻合わせに利用される標準電波は福島県の大田門谷山と佐賀県福岡県境の鋼山の山頂付近にある標準電波送信所から送信される標高8 4ルの小金井本部に対して大田門谷山送信所と鋼山送信所の標高差はそれぞれ メメーートトルとメートルあるそこで送信所の施設整備や新規開局のために小金井本部から原子時計を運ぶ機械を利用して標高差が原子時計の進み方にどの程度の影響を与えるかを調べる実験が行われた時計の進み方は小金井本部と各送信所のそれぞれにおいて 数十日程度が経過する間に基準とする標準時。この実験では主に国際土壌公局が管理する協定世界時を利用と比べることによって調べられた。例えば実験に用いられた5台の原子時計の一つは小金井本部での65日間に標準時に対して1日あたり 1>, 1億分の1.6秒という一定の割合で遅れていった遅れは一定なので狂いというよりもこの時計の特性であるところが鋼山送信所に移設した後の35日間には遅れる割合が1日あたり1億分の0.6秒に変化したつまり 標高が高くなるとそれまでより早く進むようになったのである。五大の時計のどれもが標高が低いほどゆっくりと高くなるにつれて早く進んだ。セシウム原子から放出される電磁波の振動回数でいうと、小金井本部に対する変化の割合は、大田門谷山送信所で100兆分の8。小金井なら、 百兆回振動するはずのところが百兆八回になる鋼山送信所で百兆分の十三回。